そういえば、シエ、アールマティ騎士団がアムレに戻ってくるそうですね。そうなの？アスたちが…凱旋のため、というわけではなさそうですね。レイティア、ボルド軍が砦で全滅したという話は本当なの？アールマティ騎士団以外敵ではないと思ってきましたが、少し考えを改めなくてはならないのかもしれません。ロアーナにそれほどの軍隊が？何か思い当たることでもありませんか？知らないわ何も。そうですか。今回の一件は我が国にとって手痛い損失でした。軍隊を一つ失ったことよりも、今までの勢いをそがれてしまったというのが一番痛い。何としてでも、党ではロアーナ軍を阻まねば。なかなか活躍しているそうですね。森では私の仲間を見事打ち破りましたし、塔に入るための鍵を手に入れたのも彼だし、少し気をつけた方が良さそうですね。彼は以前に会った時は素人同然だったというのに、この成長ぶり尋常ではない。気をつけるってどういうこと？さあ、お願い、アスには何もしないで。私、何でもするから。今さらあなたがそんなことを言うのですか？だって誰も私みたいな目には合わせたくないもの。絶対に。もしそんなにあなたが辛いのなら。見当たらないようですが、彼は一体どこ？知らないわ。特に行き先を言わずに出て行ってしまったから。そうですか。それにしても砦の話を聞いている。随分と彼はビクビクと怯えていましたね。あなたの方がよっぽど肝が据わっていると思えるくらいに。以前私があなたに面白いことを教えると言ったのを覚えていますか？ええ。教えて差し上げますよ。耳を貸してください。一体何を？ル？宮殿だ。いや、ただ何がしかの情報を得られないかと思ってな。それももちろんあるが、それだけだったらわざわざ宮殿に行くものか。
私が知りたいのは聖騎士団の編成に関することだ。そのために何度宮殿をうろつき回ったことか。もちろんだ。だから盗み聞こうと思ったのだ。仕方ないだろ。そんなことでもしていなければ収まりなどつかないのだから。当たり前だ。なぜ最初に任せられたはずの私たちが今こうしていなければならない。それに塔の鍵を手に入れたのはお前だ。本来ならそれに関することは全てお前の手柄となるべきなのに、なぜ他の騎士団などにそれを渡さなければ。好きでそんなことを言ったわけじゃないに決まっているだろう。あの場では陛下の顔を立てるためにもアースル以外仕方なかった。本当はせっかくの機会だったのだからお前に先行を立てさせてやりたかった。違う。誰がお前のためなんかに動くか。ただ私の信念に反することは誰にもさせられないと。というわけでだ、アス。お前も何か話を盗み聞きに行ってきてくれ。お前はそういうのが得意そうだ。そういう顔をしている。私がまたうろついたのでは、いい加減怪しまれる。だから頼む、行ってきてくれ。本当か？行ってきてくれるのか？わかった。どうか気をつけて。お待ちになってください。まだ話は終わっていませんわ。まだ話の続きをするのですか。その話は済んだはずですが。いいえ、まだ私は納得しておりません。なぜあれだけの手柄をアールマティ騎士団の方々は立てられたというのにそのような扱いなんですの。別に全員が手柄を立てたというわけではないのでしょう。何も全員を格上げする必要など私にはどこにもないように思えますが。それは確かに一理あります。ですが今は新たに編成し直す余裕などございません。あなたはその一点張りですのね。一緒に行動しているうちに情が移ったというお気持ちは分からなくもないですが。そういうわけでは。そうでしょうか。あなたのお言葉には市場がだいぶ入り混じっているような気がいたしますが。仮にそうだとしても私は少なくとも間違ったことは言っていないつもりです。お願いします、オクタビア様。あなたが首を縦に振ってくださらない限り私は彼らを聖騎士団に正式任命することはできません。いいえ、
形式の上ではそうできますが、それだけでは誰も納得してくださいません。神の祝福を受けぬ聖騎士、確かに不吉ですもんね。ユリシア様、では譲歩いたしましょう。アールマティ騎士団の中からふさわしくないものだけ外すという形ではどうでしょうか。ふさわしくないものとは？少なくとも身元のはっきりしないものはいけませんわね。それから諸子なども、あ、確か一人いましたわね、そんなものが。明日リジェルドのことですか？ええ。でもあの方は確かあなたが。関係のないことです。それとこれとは、とにかくその方向で。それからあなたも二度と新聞に参加したりなどはなさらないでください。おとなしく宮殿にいてくださらないと困りますから。私は今私なりに強国のために力を尽くそうとしているんです。玉座を降り騎士たちに混じって戦うことがあなたなりの力の尽くし方なのですか？はい。誰からも王としてふさわしいなどと思われない中、ただ玉座に座していることよりよほどその方が私は役立てると思えるのです。こうしてあの悪しき王国が我が国を脅かしている時だからこそ、なおのこと私はそうしなければならないと。覚悟はしていらっしゃるんですか？すべて。はい。でも私はあなたの行動を許しません。許してくださらなくても構いません。私はそれでも己の信念に従います。そうですか。オクタビア様、私は王としてあなたに命じます。現アルマティ騎士団を正式に聖騎士団へと任命する件、どうぞお認めください。全員ですか？全員です。あなたのおっしゃるふさわしくないものの条件とは私にはとても納得できないものですから。そうですか。命令とあらば仕方ありませんわね。ここであなたと争う気はありませんし。ありがとうございます。言っておきますが、私も納得などはいたしておりませんから。あなたが私に命を下した以上、それ相応のものは覚悟いただきたいものです。分かっております。ならばよいのです。では私はこれで。オクタビア様、なぜあなたはわざわざマナフへといらっしゃったのですか？理由はすでにお話ししたはずです。あなたを連れ戻すためだと。私にはとてもそれだけとは思えませんでしたが。考えすぎでしょう。そこにいらっしゃるのはどなた？ルー！あなたはリジェルド様、どうしてここに？あの、もしかして私たちの話をそこで聞いていらしたんですか？お恥ずかしいところを見せてしまった気はいたしますが、今の話はあなたに関係することでもありますから。申し訳ありません。すべてを私の口からお話しするわけにはいきませんので。でも、あなたにとっては不快なことも言ってしまいましたわね。
本当に申し訳ありません。ですが、どうぞお気になさらず。私は私で、あなた方に大変な重荷を背負わせてしまったのですから。リチェルド様、はい、そしてその後も。あなた方がそれを許してくださるのなら、そうするつもりです。いえ、あなた方でしたらきっと私を連れて行ってくださるだろうと私は思っています。だからこそ私は余計にあなた方を聖騎士団にしたかったのです。オクタビア様のおっしゃった通り、至上と思われるかもしれませんが、それは私自身にも分かりませんが、いえ、それよりリジェルド様、その正式任命にあたってさまざまな手続きや儀式などがあるのですが、このような時ですので、なるべく形式だけで済ませるようにいたしますわ。それと近いうちにパーティーを開こうと思うのですが、顔見せと思っていただければ幸いです。帝臣や貴族、そして聖職者の方々への、これも一つの形式とお考えください。なるべく簡素なものにするつもりですので。それと息抜きと考えていただければ、最近いろいろなことが立て続けにありましたし、ええ、ところでリジェルド様、ルフィーナのことなのですが、ええ、あなた方が聖騎士団となるにあたり、ルフィーナの方も正式に徴用したいと思うのですが、いかがでしょう。ええ、マナフデの件を考えますと、その方が良いかと思います。そうすれば彼女に護衛のものをもっとつけられると思いますし、そのつもりです。私の勝手な言葉と取っていただいてもよろしいですが、私としては彼女に常に戦についてきてほしいのです。もちろん危険なところには踏み込ませません。それに私の命を賭してでも彼女を守ります。ですから彼女の方にあなたから話を通しておいていただけないでしょうか。どうか力を貸してほしいと。もちろん無理強いはいたしませんが。ありがとうございます。決して悪いようにはいたしませんので、どうかよろしくお願いいたします。ええ、お願いいたします。あとルフィーナのことについてもう一つ頼んでもよろしいでしょうか。これはルフィーナ自身にではなく、あなたに。あの、せめて戦が終わるまでの間は彼女に男の方が近づかないようにしていただきたいのです。いえ、もちろん
友人の方などでしたら構わないのですが、その…ルフィーナがもしあの予言の時、神がかりとなっているのでしたら、やはり清い身でなければならないと思うのです。聖職者がそうであるように。ですから、一応あなたの方で少し気をつけていただければと思いまして。ええ、お願いいたします。では、リジェルド様、私そろそろ任命の件をいち早く通達しなければなりませんので。